3番エフゲニー・プルシェンコさん、ロシア。 Number 3 representing Russia、エフゲニー・プルシェンコ。さあ、ロシアの18歳エフゲニー・プルシェンコ、グランプリファイナルの2連覇を狙います。 NHK 杯も3連覇中、日本ではもうおなじみです。ショートプログラム、ボレロ。最初に4回転からのコンビネーション。4回転のトーループ、3回転のトーループ、余裕を持って決めました。あとトリプルアクセル、高さも十分です。高い技術とダンサーとしての卓越した才能、ステップからのトリプルルーツ、プルシェンコ。ショートプログラムはジャンプ、スピン、ステップ、定められた8つの要素を盛り込まなければいけませんが、その要素を余裕を持って、しかもたっぷりと見せながらこなしました。いや、見事ですね。いや、もう完璧ですね。4回転3回転のコンビネーションジャンプ、これからこれですね。はい、はい、これもですね、非常に綺麗なあの着氷なんですね。そしてあのトリプルアクセル、これがまたあのジャッジの目の前なんですね。ああ、そうですね。でも降りた時には次のあのポーズが取れてますので、それだけ正確にあの降りてるっていうことですね。はい。そしてこのビールマンスピン、ですからあの今考えられるその一番難しい、要するにジャンルに属するジャンプをですね、はい、全てこの失敗が許されないショートプログラムに入れてきているわけですね。はい、でそれも正確に決めてきている、でやはりあのステップなんか見てますとよくわかるんですけれども、はい、数ヶ月前よりもですね、体 の, その反応スピードが上がってますね。あ、そうですか。はい、ですからそのステップ一つ一つのですね、切れ味も非常に鋭くなってますし、はい、よくねここまでね仕上げてきたなっていう感じがしますね。なるほど。まあ、まだ世界選手権のタイトルも取ってませんし、来年のオリンピックということを十分に意識してこう仕上げてきてるってことですね。そうですね、もう十分狙えますね。はい、
待って、かっこいい。かっこいい。待って待って。いいですか。さあプルシェンコの得点が出ます。リクワイアードエレメンツ要素は 5.8 がずらりと並んでいますが、まあ、この後にやはりヤグディンがいるということでこの得点になるかと思いますが、その後のプレゼンテーションではしかし 5.9 が3人つけています。3人終わってプルシェンコトップです。